はい。それでは、9のペン字ですね。いつものように左払い、さえですね。さえた左払い。右払いは止め払いになります。妹という字の右側も左払い、右払い止め払いになります。秋という字の右側も左払い止め払いですね。思い切って、この茶という字も左払い、右払い。結構、スピード感必要になります。スピードがないと、 線が鈍くなってしまうので、えー、これ座るというですね人を2つ書いて縦先です横横になります必要に気をつけてくださいねで寂しいですね左払い止め払いになりますえー、木もそうですね左払い勢いよく止め払い割とスピードを速く書か,かれた方が線が冴えると思いますはい続いて、えー、段下台の、えー、連綿ですね連綿は少しボールペンを ペンを前の状態ですね。上、上というか前、指伸ばした状態で、そこからスタートすると、人差し指を握ってきながら、なおかつ、ペンを立てていくと、3、4文字ですね、4、5文字は一気に書きやすくなるかと思います。切らないで、自覚につなげていくような感じで、息長く2、3文字ですね、書いてもらうと、 ついまで例えばですねここでついで終わりではなくてつい書き終わった状態からこっから生き長く「まあ」までつなげてで「までつなげていくとこの3文字の文字分ですね塊を作るようにしてみてください。続いて横書きです。横書きは1日しっかり安定させた形で三角形もしくは逆三角形ですねひし形っていう形で。 例えば達成いう場合でしたらこういうふうに安定感があるように地がしっかり座るようにですね安定した形で書くように心がけてもらうと横書きの場合バランスが良くなると思います。えー、喜ぶという字ですねこれは会社とは違うんですけど業者になった時に横先で点々がクロスしても構いませんとちょっと会社とは違いますけどね会社の場合は 先に点々を書いて、出ないようにして、下口になります。これ、ちょっと。開業体混じってますので、こういう書き方もあるということで、理解ください。母ですね、しっかり一二三。まあ、安定。安定指すようにですね。字が座って、中心。逆三角形でもいいので。安定した形になるように。ですね。気をつけて、書くようにしてみてください。